はい、センター長の小原と申します。よろしくお願いいたします。ライフサイエンス統合データベースセンターということで、ちょっと名前が長いんですけど、略して DBCS というふうに申します。我々のセンターのミッションはデータベース統合ということです。これは文科省 の、 長くやってる事業でありまして、 JST の NBDC、と共同で進めております。これはですね、フェア原則、データの所在が明らかにする、アクセスを可能にする、それから相互参照、あるいは再利用すると可能と、こういうことができるようにデータを整備しましょうということであります。まあ、この最初の2つはですね、JST の方でかなり進みまして、まあ、どこに何があるかということはある程度分かるようになって、横断検索もできるようになっています。ただ、これはリユーザブルですね、再利用するっていうところは結構難しくて、これが技術開発の課題でございます。なんでこれが必要なのかということでありますけども、まあ、ポンチェで書きましたけれども、生命科学の分野っていうのはですね、たくさんのデータベースがあります。まあ、一説2万とかって言われておりますけども、たくさんあってですね、まあ、もちろんそれぞれは研究から出てきたもので利用に使われてるんですけども、これをまとめて使おうとすると、例えば先ほど矢島先生のお話ありましたけども、遺伝子とタンパク質、あるいは疾患というのをですね、こうつなげてやろうと思うと、それぞれのデータベースに行かないといけません。で、これはデータベースは実はバラバラでありまして、バラバラっていうのは中身ちゃんとしてるんですけども、その構造とかですね、用語とか ID とか、そういうものが非常にまちまちであります。したがって、その整理のために非常に時間がかかると、ましてや全部を俯瞰するっていうのはとんでもないということになります。ただ、これ仕方がない面もありまして、これまあライフサイエンスの研究対象ということでちょっと書いてみたんですけども、まあよく分子から集団環境へって言いますけども、分子があって細胞があって器官があって個体があって集団、さらには環境進化ということで、さまざまな階層があります。階層性というのは生命の根源ですよね。で、極めて多様でありますし、で、階層間の関係、これがまあ重要なんですね。ということで、一方、このサイズ、これまあ、10のマイナス9乗から6乗ということで、ものすごい大きなダイナミックレンジがありますし、時間スケールも当然、まあ、マイクロミリセカンドから、まあ、何ヶ月何年、場合によっては稼ぎだったら 100万年ということにもなります。で、こういう非常にこう多様な現象をですね、測定してデータベース化するわけですから、当然違った形のデータベースになるのは仕方がないと思います。ただ、生命はこの階層を乗り越えてメカニズムを明らかにしたいということでありますから、この階層を超える、まあ、言い換えればデータベースを超えてですね、広く関係をつけるというところが非常に重要である。で、それがなかなか困難だということでありました。で、これを解決しないといけないわけですね。で、我々の DBCS ではどうしているのかというと、これはセマンティックウェブという、ここに RDF とかありましたけども、この技術を使って統合しようということであります。で、まあ、具体的に言えばですね、これはちょっとこれ細かいので省略いたしますけども、すべてのデータあるいは知識ですね、これをこういう密組の関係、何が何をどうすると、例えばあるタンパク質はある遺伝子を活性化するとかですね、あるタンパク質はある遺伝子の転写量を10倍上げるとかですね、そういうデータあるいは知識をこういう密組で表現いたします。で、こうして、この ID ですね、URI ですけども、これを揃えていくことによってですね、すべての、どのデータベースにあるものであったって、これがつながっていくことになります。で、こういうのを知識グラフというふうに言うんですけども、こういうふうにしてしまいますと、共通の、プログラムで関連の情報を得たりですね、データを一挙に集めていきたいということができるということが、まあ、これ理論的に考えられるわけですね。で、こういうことをするということが、我々の、技術の基盤であります。で、こういう方向で進めてまいりました。で、まあ、これ、最初に申しましたけど、生命科学でたくさんの多様なデータベースができてきます。これは仕方がないし、で、これは ID とかですね、用語を全部揃えましょう、あるいは様式を揃えましょうと言ってもですね、これはなかなか無理でありますので、これ逆にばらして、で、これを式グラフにするという、こういう考えであります。で、これは国際連携が必要ですので、我々のところと米国あるいは欧州の主なった機関とですね、連携を進めて主要なデータベースですね、まあ、拡散をはじめとしてタンパク質もそうですけども、こういうものを RDF 化、まあ、知識グラフ化をしてまいりました。で、そうしますと、
それでですね、まあ、知識グラフを作る、これが基盤であります。ここを中心にやってもらいましたけども、これを上手に扱えるようにするミドルウェアっていうんですけども、これを開発して、最終的にはいろんなアプリケーションに使える、ユーザーが使えるアプリですね、そこにつなげていくという、こういう1段、2段、3段構えですね、この活動を行ってまいりました。まあ、当初はこの地球ラフ、底辺のところをやることがミッションになったんですが、まあ、当然上のことが必要ですので、その間もつなぐということであります。で、そうか。まあ、知識力と言いましたけども、これはデータが、まあ、集まっているものでありますけども、これはまあ、当然見えにくいわけですよね。簡単には見えないし、なかなか理解もしがたいので、これまでに知識力にしたものがどういうものであるのかという、そういう俯瞰をしたいということで、統合 DX。DX はデジタルトランスフォーメーションじゃなくて、データエクスプローラーというのを略でありますけども、これを開発しました。これは去年作ったので、去年もちょっと申し上げましたけども、でこれはすべての集めてきて整理をした、知識グラフの中にですね、どういうカテゴリーのものが どんな数、あれどういう種類のものがあるのかということを、まあ、2次元に無理やりですね、押し込めて表現したものであります。でこれが、まあ、遺伝子だったらこういうものがあるというようなところで、でここにですね、クエリをいろいろ入れますと、で検索をするとそれに合ったようなデータがどんなものがあるのか、でどういう関係のものがあるのか、それから違った階層にどういうものがあるのかということをが抽出されるというものであります。そうするとそれを使ってですね、新しい機械学習をするなり新たな研究ができる、それからデータは全部やられますから新しいデータベースを作ったりということが可能になってまいります。こういうサイクルを回していきたいというのがこの統合化データベースの事業のポイントであります。でここにありますよね、データリンクの。でまあ肝はですね、さまざまな機関で作成されたデータベース、フォーマットの異なるデータベースを標準化、まあ、ある意味標準化をして、組み合わせて検索したり、使うようにできるようにしましょうということであります。で、こうすると、逆でもありますけれども、データベースを作るということもですね、逆に非常に容易になります。これはその一つの例として、まあ、統合バー、日本人のゲノム多様性統合データベースというのを、これは JST と一緒に作りました。これは日本人ゲノムがたくさんいろんな場所で作られてですね、データベースもたくさんできておりますけれども、それらが全部RDEC として統合化されてますと、割と簡単ではありませんけど、非常に従来に比べたら低コスト、非常に高速にですね、データベース化できて、日本人特有の、ゲノムの変異ですね、日本人によく見られる変異、から欧米人によく見られる変異というのを分けてですね、見ることができると。それがどういう疾患と関連しているのかということもつながって見ることができるようになります。そういうものを作りました。で、まあ、どんどん広がっていってですね、これは最初作ったものに対してさまざまな追加の、情報が、まあ、取れるわけですね。先ほどのシグラフを使えば、それをどんどん足していくこともできるということになります。でこういう遺伝子体のビューを付け加えるとか、疾患体のビューを付け加えるとか、さまざまな改良をしております。これはもう一つ別で、パブケースファインダー、これ希少遺伝性疾患のシステムということで、これは後でポスターでも発表されますけれども、希少疾患ですね、まあ、稀な疾患の検索システムです。で希少疾患の症状、症例報告がありますので、それをたくさん集めて整理して、ものです。そうするとお医者さんがですね、症状、患者さんの症状を入力しますと、まあ、ランキング形式でこういう疾患ではないですかということを報告するというシステムであります。非常によく使われていてですね、医学界でもかなり使われているということになっております。でこれも最初はこの、まあ、症例と病気の関係だけなんですけども、そこまで来ますと、当然先ほど統合バーで見せたゲノムの変異ですね、それとの関係が出てきますし、そこまで行きますと次は疾患の原因、あるいは細胞の状況とかですね、そのメカニズムの情報までも辿っていくことができると、そういうふうにどんどん広がっていくというものであります。で、こういうふうにですね、そうか。で、ここにポスターであります、特任助教の藤原君がこのポスターで発表しますので、ぜひ聞いてあげてください。
で、さらにですね、ここにありましたが、たくさんあって、あんまり遠くバラバラですねとおっしゃ言われるんですけども、今言ったようなたくさんの解析のツールですね、それを提供しております。ただそのツールといってもですね、ユーザーとしてはデータベースの、まあ、我々みたいな利用者の場合、それからアプリケーションの開発者向け、大規模解析者の向け、データ所有者向けって、まあ、さまざまなものがありまして、それぞれ分けて提供いたしております。また内容もこういうふうにさまざまな対象ですね、分けて作っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。ただこれだけでは分かりにくいでしょうから、これの多くのものはですね、統合 TV というこれ動画配信サービスでありますけども、そこでデータベースの使い方とかツールの使い方とか、そういうもののマニュアルを作っております。でこれも後で、ポスター発表、特任助教の小野さんが発表されますので、ぜひ見ていただいてですね、使っていただければと思います。まあ、こういうふうにデータベース、データがですね、バイオの場合は階層を超えないといけませんから、そういう階層を超えた広い研究ができるように、再利用、利用ができるようにすると、それを目指して頑張っております。でこれは現在、DBCS のスタッフでありまして、約20名ぐらいですかね、研究者が、場所は僕らは専用のスペースがありませんので、柏の東大の施設の一部を借りてやっております。あと遺伝研の中で一部、活動していると、まあ、こういう形でやってまいりました。以上でございます。